妻どころです。今日はまた会員様からの質問10個お答えしたいと思います。その前に2つお知らせがありまして、最初に私が音楽で生計を立てたい方とか、あの兼業音楽目指す方用に公式 LINE というのは私自分で始めまして、今125人の方にお友達になっていただいてるんですけど、あのぜひ邪魔しないようにしますんでお友達になってください。なんか私 LINE 自体やらないですけど、なんか通知とか来たら鬱陶しいと思いますんで、日曜日の13時半だけに私がピッピッピッとやって、こうピッて私個人で送信してますんで、ぜひお友達になってください。それ以外は送信しませんので、はい、それだったらお邪魔にならないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。他の SNS は私じゃなくて他の女の子たちがやってて、私見たこともないんで、私本人じゃないんですけど、この公式 LINE だけは私ですので、ぜひお友達になってください。それが一つ目で、もう一つお知らせが、今日5月の23日なんですけども、6月に入ったら海の日のコーチング音楽家のコーチングセミナーっていうのを年に1回やってまして、私が皆さん の現状と目標と問題を聞き出して、それをこう全部解決してセミナーするっていうことをやるんですけど、ちょっとしんどいんで年に1回しかやらないんですけど、それの一般募集が6月に入ったら始まりますんで、それまでに会員様、トータルギターメソッドの会員様は先行情報を希望っていうので、今スタッフがばらまいてるみたいなんで、概要欄からぜひ取り寄せておいてください。はい、じゃあ最初の質問いきます。メトロノームに合わせて弾く際、あ、これ違うの。これ前回のやつだ。エレキギターで指弾きをするときは、右手の爪を短く切り揃えておいた方がいいですか。右ですよね。あ、これ伸ばしててもいいんじゃないですか。私はこんなふうに見えるのかな。こういうふうに切り揃えております。はい、2番目、アドリブの練習方法について、闇雲に弾きまくるのではなく、自分の好みのソロをたくさん作ることで、ソロを作るのにかかる時間を短縮していく方法は有効でしょうか。あれ、アドリブっていうのは即興演奏ですので、作り込むってなるとその即興演奏ではなくなるので、これはちょっと矛盾するんじゃないでしょうか。即興演奏で演奏できる、まあ、準備みたいなのをしていくのは構わないですけど、作り込むっていうのはちょっと良くないと思いますね。はい、まあ、なんかフレーズをストックするっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい、3番目、右手が跳ね、ピックがボディに当たります、母指球がうまく動かせてないからでしょうか。ターンピッキングの話かな。だから多分時にこういう風になるってことですよね。このバウンスピッキングってやり方ですね。これは技術として一つあるんですけど、なるべくこう、何て言うんですかね、見にくいか、こういうふうにならずに、こういう動きでやった方がいいですね。確かおっしゃるとおり、ここをうまく動かせないというのが原因かもしれないです。まあ、単純に前後に動かさないでこうって考えるだけでいいんじゃないでしょうか。4番目、トリスタン1とディミニッシュ7は同じコードなのでしょうか。違います。トリスタン1はマイナス7プラス5のアルペジオというかコードです。これお詳しい方でいらっしゃるんですよね。トリスタン1をご存知ってことは、まずトリスタン1という言葉自体を知らない方も多いと思いますので説明いたしますと、昔ワーグナーっていう人がいた、1800年代にも音楽の歴史はいっぱいありましたけど、全部その ワーグナーにこうまとまるぐらいワーグナーってすごい人なんですよ。で、音楽理論的な難しいこともいっぱい残してるんですけども、その中で、楽劇っていうのを一個作ったんですね。オペラとかじゃなくて、オペラっていうのはなんか台本が他のなんか本とかを題材にして音楽つけていくのがオペラなんですけども、そうじゃなくてもう台本から全部自分で書いてやろうみたいな感じで、でもう劇場も自分で作って、もう台本も演出も全部自分でやろうみたいなことをワーグナーやったんですよ。それね、一発目が1859年にできたトリスタンとイゾルデっていう、トリスタンとイゾルデっていう名前のオペラみたいな楽劇っていうものなんですね。それは1865年に初演されたんです。これも歴史的な瞬間なんですよ。だからこの2つの年は覚えておいてください。で、そのワーグナーのあれとしてね、こうあの人ってあれなんですよ、拍手されるの嫌いなんですよ。音楽に邪魔になるじゃないですか。だから拍手すんなって言いたいんですけど、それ言えないから、あんまりそのキーがジャッジャジャーンとこう終わった感じになると、みんな反射的に拍手しちゃうんで、そういうのはならないように、こうなんかこう曖昧で終わったような、次の曲始まったようなみたいな感じのことだったんですよ。こういうの無限旋律っていうんですね。で、こういうのとかいろんなこの
その作曲上のテクニックを残してるんですよ。でよく分かんないキーで始まるみたいなこともやったんですね。それがその最初のこのトリスタンとイゾルデの最初なんですよ。ほんでこれね忘れたな、Fm7 最初にみたいな感じで始まるんですよ。いきなり -7 フラット5 のあのコードがジャーンって出たら、この曲のキー何みたいになるじゃないですか。だからトリスタン1と呼ばれるんですけど、まあ、あの何とでも取れるコードだと思ってください。で今となっては結構あの -7 フラット5から始まる曲とかあるじゃないですか。例えば私なんかはあとそのトリスタンとイゾルデは最初から知ってましたけど、ビューティフルラブっていうジャズスタンダード聞いた時にまたこれトリスタン1だと思ったんですけど、ビューティフルラブはキー Dm で Em7 フラット5から始まるんですね。早い話が -2/5 から始まるっていうことなんですけど、こうダダダダダダラダダダみたいな感じで始まるんですよ。だからそういう曲は今のジャズスタンダードでは変わりますけど、まあ、当時はねびっくりするような内容だったということです。はい、だから結論を申し上げますと、トリスタン1っていうのはミニセブンではなくてマイナー7フラット5 の、 あのコードだと思ってください。はい、5番目、オープンパームでカッティングを弾くときはブリッジをミュートしながらストロークをするイメージでしょうか。あ、違う、あのね、オープンパームでカッティングするときは別に普通にカッティングするときはあんま変わらないと思ってください。ただそのパームミュートを使うことができるっていうあれです。ずっとパームミュートしながらカッティングっていうわけではありません。6番目、ピックを挟む力加減でカッティングの強弱をつけるのはありですか。ああそういうことか。あのこうやってピック持っててこうふわっと持ったらこうしなるから、それで強弱をつけるって意味ですよね。こうちょっとリスキーじゃないですかね。ピックを落とす可能性があるんで、やっぱりその当たる深さで調整するのはいいんじゃないでしょうか。ちなみにあのスピードで調整するのはやめた方がいいと思います。はい、7番目、昨日と同じ練習をしても毎日上達してる気になれないのですが、どうしたらいい、どうすればいいですか。昨日と違う練習すればいいんじゃないでしょうか。その同じ練習してたら同じ結果しか出ないと思って、こう積み重ねで上手くなるっていう練習項目と、何回同じことやっても同じ結果にしかならないっていうような練習とあるんで、今こうやって感じてらっしゃるってことはちょっと練習の項目を変えればいいと思います。はい、何を変えるかはちょっとお任せしますけども、ルーティーンを変えればいいのか、そのスケール練習をやめてアルペジオにしたらいいのかっていう項目を変えればいいのか、練習時間を変えればいいのかわからないですが、何かを変えるといいと思います。8番目、50代です。今の仕事が嫌いですが生活があるので昨日と同じ生活がやめられません。また同じこと言ってる、別の人ですよね。音楽だけで生活するにはどうしたらいいですか。50代の方です。1日の生活って全てご自身が選択したことですので、それを嫌いっていうのはん？どういうことなんだ。あれですね、一日の中でいろんな選択をしてらっしゃると思うんで、その選択をちょっとずつ変えていけばいいんじゃないでしょうか。例えば大きな選択じゃなくて、例えば今ご飯食べようとか、今お風呂入るとか、今寝ようとか、トイレ行こうとかあるじゃないですか。そういったのも全部自分の選択じゃないですか。で今仕事行こう、今電車乗ろうとかいう決断をなんか一つずつ変えていくのがいいと思います。何千個何万個っていう選択をやってらっしゃると思うんで、いわゆるこうお皿にこうバイキングとかビュッフェでこう一個こう選択してこう取っていくのあるじゃないですか。で料理がお皿に中に全部乗り切りましたと、で目の前にテーブルに置いた時に俺これ嫌いなんだよねっていうみたいなもんなんで、それは自分で取ってきたんだったら嫌いっていうことできないですし、好きで取ってきたんだったらもう黙ってろって話じゃないですか。だからその取ってくるものを変えればいいんじゃないでしょうか。あとね、過去にね同じような例でね50代の方からご相談いただいて今なんとかなったのは、スーパーの管理職の方がいらっしゃって、音楽をやるためにお金が必要だからって言って、まあ、ちょっと近所のスーパーに就職したら偉くなっちゃって、で管理職になっちゃって、で時間がなくなって音楽やる時間なくなったっていう本末転倒だったんで、どうしましょうってことだったんですけど、その方いきなり会社に辞表を出すようなことをしたら大きな変化なんで、そうじゃなくて私たち何年かかけてやったのは、その管理職をちょっと外してもらって、ちょっと下の立場にしてもらったんですよ。そしたらお給料はもちろん減るんですけども、時間が増えたので、その分でちょっと音楽活動をやることができて、で今は普通に音楽で生活していらっしゃいます。はい、でね、このようなね、今たった一つの問題ですけど、これをね大量に私が全員分一人分お聞きして、で解決策を1ヶ月かけて考えて、それを10人分
やるのが、あの最初の方に言った海の日の音楽家のコーチングセミナーなんですよ。私これめっちゃしんどいんですけど、はい、なんでもしあのトータルギターメソッドお持ちの方だったら、あのぜひ先行情報を取り寄せてください。あ、もう質問できるってことは、これ会員様からの質問なんで 100% 会員様でいらっしゃるんで、あの先行情報を取り寄せてください。はい、一般の方はちょっとすみません、お待ちください。6月まで、はい、9番目、ナインスの音を加えたらナインスコードになると思いましたが、トータルギターメソッドにはコードが全てナインスになるわけではないと書かれていますが、なぜですか？3-7 とかはナインスにならないんですよ。これ Cm7 あるでしょ。 Cm7 だったらこれナインス追加できます。 Cm7 ナインスになるでしょ。 Dm7 も Dm7 ナインスになるでしょ。 Em7 これ Key C ですね。 Em7 を Em7 ナインスにしようとしたらこれ F シャープになっちゃうんですよ、ナインスの音が。だからダイアトニックに入らないんで、その Em は、まあもちろんナインスは無理やり入れるとしたらこんな F が入るのでフラット9になるんで、あのこれは使えないアボイドの音っていうことになるんですけど、なんであのアルペジオで弾いたりするときに無理やり9番目の音を追加していくっていうことができても、全てがナインスコードになるっていうことはないんですね。10番目、昨日のライブで SBT とおっしゃいましたが BTS の間違いでしょうか。BTS ってなんか韓国のアイドルかなんかってない世界。いや SBT なのことだと思います。 SBT っていうのはソウルバウンドトークンですね。NFT ってあるじゃないですか、ノンファンジブルトークンの、売買できないバージョンです。私ゲームやらないんで知らないんですけど、何だっけ、ワールド・オブ・ウォークラフトとかいうゲームがあるんですか、私やらないから知らないんですけど、まあ、その中のから着想を得たものなんですって。何かアイテムをゲットしたらそのアイテムは別に他の人に譲渡したり売ったりできないことらしいんですよ。まあ、そういった感じで私たちにこう NFT を買って、それはもう人に渡すことができないものっていうこという概念を、そのイーサリアムを作ったビタリック・ブデインが言ったそうです。これどんなものに使うんだっていう話なんですけど、例えば、コンサートのチケットとかは使えない。今 NFT でコンサートのチケットなんかも当たり前のように売買されてますけど、あれ他の人に譲渡できるじゃないですか。でもいいんですけど、例えば、なんか重要な会議の参加券とか、なんか重要なパーティーの参加券みたいな感じだと、それは他の人に来てもらったら困るんで、その人以外は来ないでねみたいな時だったら、その参加証を、SBT でやると。でとか、あと卒業証書とかは別に他の人いらないじゃないですか。自分の卒業証書なんで、それは SBT でこうやり取りするっていうと、やり取りというかゲットするっていう方法とか今後出てくると思います。はい、ソウルバウンドトークン、魂に紐付けられたトークンっていう意味ですね。はい、じゃあ会員様なんかご質問あったらまたどんどん書いておいてください。はい、LINE のお友達お待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてトータルギターメソッドまだお持ちじゃない方は、こういった質問ガンガンできますので、ぜひ概要欄からお求めください。よろしくお願いします。